何主元は、中華民国、中華人民共和国の経済学者、社会学者、教育者、政治家。字は、センサ。1916年夏、総州の三等省立、第六中学を卒業し、ついで国立北京大学に進学した。1919年5月、5.4運動に参加している。同年8月、アメリカに留学し、 まず、シカゴ大学大学院で哲学を学び、間もなく、セントルイス大学で政治学を履修している。1922年、シカゴ大学の修士学位を取得し、ついで、ドイツに転じて、ベルリン大学で経済学を専攻した。1924年からは、東欧諸国を外遊して、政治、経済を考察し、さらに、パリ大学で教育学を履修している。 1925年に帰国すると、中山大学で、経済系主任代理研図書館長となった。この時期に、中国国民党にも加入し、同大学では、訓育部副主任憲法科主任にも就任している。1928年3月、国民革命軍総司令部政治訓練部主任となり、その翌月には、国民政府軍事委員会政治訓練部主任に転じた。また、 国民党三党省党無整理委員会委員も務めている。同年5月、三党省政府委員権教育長長長となり、国立チンパオ大学、光備ルエ主任や、ジカロニニヤカ、蔡委員会委員なども務めた。1932年3月、国難会議会員として招聘され、1934年7月には、三党省、 新生活運動促進会幹事会幹事となっている。翌九百三十五年七月、普通公司店市委員会秘書長も務め、九百三十六年十一月には国民党中央監察委員候補に選出された。日中戦争最中の九百四十一年七月、露北公所主任となり、翌年一月には三党省政府秘書長に任ぜられた。同年四月、 同省政府民政調庁庁長に移り、さらに1944年12月、同省政府主席権保安指令に昇進している。1945年5月、国民党第6期中央監察委員に当選した。戦後の1946年10月、北平市市長に起用されている。1948年、徐州総秘総司令部政務委員会常務委員も、 金田が同年6月に各職から罷免された。その後、何資源は赤北七少子の参議会から中国共産党との和平交渉主席代表に推薦され北平無欠会場に貢献している。中華人民共和国建国後は中国人民政治協商会議全国委員会委員や中国国民党革命委員会中央委員会委員などを務めた。 1982年4月28日、北京市にて病没。去年87、ありがとうございます。